結論をお伝えすると、乗り場には並んではいけないということです。はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。それでは今回も3分間でタクシーの営業ノウハウについてお伝えをしてまいります。今回のテーマは売上アップのための終電の狙う目安についてです。貴重なお時間をいただきますが、最後までご視聴お願いいたします。タクシードライバーのこの営業方法の一つとして、終電とか終点の駅からのタクシー需要を狙うっていうのも一つの方法論として存在をします。ではですね、どういうふうに狙うべきか、その狙い方っていうのをお話をさせていただきます。結論をお伝えすると、乗り場には並んではいけないということです。これはどういうことかと申しますと、お客様にご乗車になっていただくまで待ち時間が発生するような乗り場には並んではいけないということなんです。終電の時間帯ですね。で、タクシー乗り場があるような、乗り場、さらにそれが郊外のですね、都心部ではなくて郊外のタクシー乗り場という時にですね、住宅街にある駅とかですと、そこにタクシー乗り場があって、そこからタクシーを利用になるお客様っていうのはですね、基本的に近場のお客様が多いです。もう終電の時間帯で帰ってきた時は、日常的にご自宅までタクシーで帰るっていうお客様が多いんですね。ですからこの待ち時間が発生をしてしまうと、ギャンブル的要素が高くなってきてしまうんです。タクシーを利用になる、お客様の中にはですね、電車乗り過ごしてしまって、自分が想像もしてなかった駅にたどり着いてしまった、そこからタクシーを乗るという方ももちろんおられます。ただ全体数で言うと、今お伝えした通りですね、地元に住んでらっしゃるお客様が基本的にそのタクシーを利用されるので、なので全体数で言うとロングのお客様っていうよりも近い距離のお客様の方が多くなってしまいます。だからこそそのギャンブル的要素が高くなってきてしまうということなんですね。とはいえですね、1日のこの売り上げを組み立てていく中で、やはり終電もですね、使い方によっては引き出しの一つとして十分有効活用できるので、なのでこの狙い方の目安っていうのをお話をさせていただきます。それはどういうものかと言いますと、都心部から郊外にお客様をお送りしました。で、その帰り道ですね、でなおかつ終電の時間帯ですって言った時に、自分がいる場所からもう5分とか2キロ圏内に駅があって、例えばじゃあ中央線の三鷹駅ですね、三鷹終点の電車があるんですけども、三鷹駅1時22分着というのがですね、平日にあるんですけれども、これが最後の、電車になります。で、自分がですね、三鷹駅からほんと5分圏内、1時15分ぐらいに、三鷹周辺にいたとしたら、ちょっと覗いてみるっていうのはありなんではないかなと思います。ただ駅に行ってみて、駅のプールにタクシーの列ができてるっていうような状況であれば、もうお客様ご乗車をしていただくまでそこで待ち時間が発生してしまうので、もうそういう状況でしたら乗り場に並ばずに、他の場所で営業する、あるいはその都心部に戻るっていう方がベターではないかなと思います。なのでまとめますと、終電を狙う目安に関しては、終電の時間帯ですね、自分がいる場所から5分圏内、あるいはその2キロ圏内に駅があったとして、その状況になったらその駅に行ってみる。で、駅に行ってもうタクシーが足らない状況、タクシーの列ができてない状況だったら、そのまま乗り場に並んでみる。で、タクシーが並んでて、10台以上並んでるお客様にご乗車していただくのに、明らかに時間がかかりそうだなっていう状況は、もう乗り場に並ばずに他の場所で営業するっていうことを心がけていただくと、効率の良い営業ができるんじゃないかなと思います。